時刻は18時を回りました。今週のこの時間もエリカの大人レシピ、女の子のための女の子の番組スタートいたします。初めて聞いていただいている方もいるかと思いますので、簡単に自己紹介したいと思います。もう年齢言いたくないからね、今までだとね1980運年って言ってたんですけどね、まあ、11月19日生まれですね。はい、あともうちょっとで、もう一つ年を取ることになりました。エリカという名前で活動しているシンガーソングライターです。ぜひねこの番組では、私の曲だったりとかゲストを紹介し、ゲストと一緒に、女の子のお悩みだったらにお答えしていく番組なので、皆さんから、メッセージいただいて一緒に素敵な番組にできたらなと思っています。よろしくお願いします。ということで1週間もあっという間だったんですけれども、もうね来週は私誕生日だよ。来週の月曜日が誕生日だから、すごーい、バースデー番組になります。もうね1年あっという間でしたね。もうびっくりするぐらいあっという間。なんかそれってみんなに充実してるからじゃないって言われるんだけど、私はなんかもう充実というよりかは、もう夏がやっと終わったと思ったのに、もうなんかみんな冬支度始めて、でも今日もちょっと暖かかったよね。昨日はちょっと寒かったけどね、なんかこう季節外れの暖かい日だとなんか嬉しくなるのは私だけでしょうか。なんだっけ、12月1日にね、実はワンマンライブをすることになりました。約3年ぶりのワンマンライブということで、3年前はまだインディーズの時でね、全然まだ配信もやってなくて、告白ソングも歌ってなくて、多分初めて CD を作ったんだね。ちゃんとした CD を、今まで手作りの CD を作ってたんだけど、そう考えると3年前って考えると長いね。長い、今のマネージャーさんともまだ1年ちょっとだもんね。長いな、よくよく考えると長いんですけど、やっぱあっという間ですね。一日一日大切にしていけたらなと思います。今週もこの番組から月曜日元気よくスタートしていけたらと思っていますので、皆さんお付き合いいただければと思います。メッセージはですね、ツイッターの方、それから、このままワロップの方にメッセージいただいて、どんどん、たくさんコメントいただければなと思います。それでは今週も30分よろしくお願いします。一旦 CM です。